りだしさんがお家に遊びに来てくれました。モーニングルーティーンを実況してもらいたいなと。やる気満々でここに臨む。さあ始まりました、自宅マンションよりさりげない朝。あ、このキャラクター私は知っておりますが名前を知りません。ポポポポプリン、 なんとかプリンという。おっと、軌道を確保いたしました。グレーの椅子、これはマリ大好きなマリメッコじゃないですか。これカシウェア、ちょっと体の臭みを感じたんです。出てまいりました、また佇まいが変わりました。間接的に藤子さんの旦那さんを皮膚の中に入れている腹細胞の三角関係、前代未聞の三角関係、三角関係です、はい、かなりもっちもちになってまいりました。完全に体